なんだろう、そのテレビの収録とか、いろんなアルバムの収録とか制作ね、とかがもうすごい、ものすごい量の仕事がこう、クラブ以外の仕事がこう入ってきて、絶頂に、やばいな、俺売れてるな、みたいな時期が来るんだけど、まあその時に、2006年の、FIFA ワールドカップの、日本でやるそのオフィシャルパブリックビューイングの DJ とか、それ、かやくんと一緒に選ばれて、埼玉スタジアムと、代々木でもやったかな。で、なんか、すごい大きい会場で、埼玉スタジアムとかでかい会場で、そのワールドカップ放映しながら DJ するとか、そういう仕事が来たりとか、でもスタジアムに3万人とか4万人とか来て、その前で DJ するっていう仕事だったりとか、一般の人たちの世界にも呼ばれるようになってて、もう完全にこれ俺も来たなみたいな。で、その中で一番印象に残ってるのが、東京ディズニーシーの、クラブディズニーっていうパレードが昔ディズニーシーにあって、パレードの最後のオーラスの曲を DJ トラさんの曲を使いたいっていうふうにディズニーから連絡が来たのよ。これはもうここまで来たかと ディズニーまで来たかっていうふうになって、ぜひお願いしますっていう話で、ディズニーシーにそのパレードが始まって、ディズニーから招待されて、そのクラブディズニーってやつを見に行くんだけど、アトムの当時メンバー男10人ぐらいでいたな、ディズニーシー行って、俺の曲流れてミッキーたちが全員出てきて、最後トリなんだけど男全員泣くっていうね ディズニーシーで俺の曲流れたっつって、それが一番最大、トランス人生最大級、そこは。なんだろうね、認知度が上がれば上がるほど、やっぱクラブって昔はなんかそういうちょっとアンテナ張ってるような人たちが多かったから、なんかもう一般に知れ渡っちゃうと、その熱がなんか下がるっていうか、なんかアンテナ張ってたような、なんかね、ちょっととっぽい感じの人たちとかっていうのは離れがちで、実際なんかクラブは人が減ってくるんだよね、流行ってんのに。だからなんかちょっといろいろやりつつ、まあなんかどうしていこうかなっていうのを考えてるときに、やっぱ多分クラブもその音楽だけでもう勝負できないなっていう、まあ場所も渋谷っていうのもあったから、ファッション性だったりとか、なんか見た目もちょっと気にしていかなきゃいけないなっていうふうにそのぐらいから思うようになって、で、まあ昔から一緒にやってるヒロムと話をして、まあヒロムが出てたメンズエッグっていう雑誌の冠イベント、メンズエッグナイトっていうのをアトムでもやろうっていう話を立てるんでね。トランスだけでは、まあなんかもうありきたりになってきてて、まあ、そこで渋谷発信で雑誌を作ってたメンズエッグも絡めて、まあ俺も出てたしやってみようみたいな話になって。それでメンズエッグナイトっていうものをアトムでやって、メンズエッグのファン層、モデルのファン層も取り込んで、アトムで一緒にパーティーするっていうところで、減った集客数を補っていこうっていうプランを立てていくっていう。ヒロムとかひろゆきの時はもう昔から知ってるっていうのもあったからあれだったんだけど、身近なおしゃれなお兄さん、おしゃれな友達っていう感覚で接してたんだけど、最初も今も変わらず、なんか気にかけてくれて、ずっと優しいっていうイメージ。りょうとかね、幸秀とかが出てきた時は、もう本当にアイドルみたいな感じで、もう街一緒にで遭遇するともうキャーキャーすごいし、もう当然メンズエッグナイトの時とかも、モデル紹介っていうタイムがあったんだけど、
ヒデとかリョウとかが出てくると、もう女の子すごかったね、もう前の方にいる女の子がもみくちゃになってたから、なんかもうこんなにすごい人気なんだなっていうのは覚えてんな。ボラ君はでも19とかの本当出始めてすぐアトムでね紹介してもらったのが出会いじゃないのかな多分。当時あのトラさんエイプとか多分そういうストリート系な格好しててギャル男からしたら多分そっち系の人怖いなっていう、はい、最初の頃は怖いイメージがみんなよりもこうフレンドリーに話してくれないっていうかなんかああお疲れみたいなのでおしまいみたいな人が入ってないとねどんなにかっこいいことやってもねかっこつかないからやっぱりまあパンパンに人が入ってすげえ盛り上がりましたよっていう絵を作るためにはまあ自分もそうだしやっぱり自分の友達の中には自分の家族も呼んで、でも人を集めようっていう人もいたぐらいやっぱ集客に関してはすごいシビアに考えてたから毎回集客にとにかくみんな怯えてたっていうか入れなきゃいけないからもうノルマがあってもう大変でしたよ今だから話せるけどアトムでやる面ない出てる読者モデル後輩のモデルとかは、まあ、ワーキャー言われるじゃないですか女の子にそういうの味わったことなかったけどそのイベントで味わうねもうことができたからだって田舎から出てきた若造がもうこのメインフロアで1000人からキャーキャー言われるわけじゃないですかそりゃねそりゃねお客さんがすげえ泣いて喜んでくれたりしたのが、ね、すごい心に残っててうんメンズエッグナイトってやるともうめちゃめちゃ店前並ぶしすごい女の子の数増えたなっていう印象は残ってるね ATOM の面内がメインだったかなうわあ、メンズエッグの縦社会怖えみたいなこんな怖いやみたいな人生というか、まあ、いろいろ経験させてもらえた全てのベースが多分メンズエッグにあってじゃなかったら俺は多分埼玉から出ることもなかったし